りなです。イエーイ、こんばんは。疲れすぎて何にも言葉が出てないだけで疲れた。でも今日は稽古がなかったんですよ。だから終わって 帰ってこれて、いつもだったらこの時間家にいないかな。まあ、今日もね、早く起きたんで、もう最近本当早起きすぎてやばい 本当になんかもうなんか起きて寝てる時間だけ見たらめっちゃ健康的な人の生活って感じ。もうだって1時までには寝て、もう12時過ぎ7時までに寝て、で朝6時とか7時とかに起きてるんで、遅くて7時だね。早い時とか6時とかに起きてるかな。レッスン場でみんな寝てましたよ。なんか合間とかで街とかがやっぱ発生しちゃうのね。今日とか特にそうなんだけど、陸泡とかだとさ、出る曲出ない曲ってあるじゃないですか。とかね、だとね、もうみんな寝てた。その空いた時間でみんな眠すぎてみんな寝てた。私は寝なかったんですけど、私そういう時寝れないんですよね。そう、みんな寝てて、そうなんですよ。私それプラス舞台の稽古もずっとやってたんで、でも本当に今日稽古がないってだけで、こんなに早い時間に家に帰ってるっていうことが嬉しすぎて もうなんか嬉しいみたいな、ちょっとめっちゃ嬉しいですけど、もう頭がなんか本当はマジでなんか1曲もは嘘ですけど、全然外周の振りとか全然完璧に踊れなくて、なんか外資の振りとかってさ、普段自分たちが踊ってる振りじゃないから、普段のさタイミングでそんなことやらんじゃんみたいなのがさありすぎてさ、それがさ不意に出てこなかったりとかさしてさ、あと立ち位置にも立てないからさ、なんかそのね、その番号、まあ、ありがたいことにさ武道館っていう大きい場所でさせていただくからさ、まあさ前回のその武道館のライブもそうだったけどさ、番号がでかいわけですよ。20とかさ、15とか16とかさ、普段うちらがやってんのってさ、まあ言うて6番ぐらいまでじゃないですか。だからさ、そのさ大きい番号っていう、例えば20番だとして、20番にレッスン場なんてないんですよ。だから立てないから番号が覚えられなくて、でなんか移動する距離感も実際つかめないし、そうだし正直人数が多いからもうめっちゃキチキチで踊ってんの めっちゃキチキチで踊ってて、そうなんかもう手こうやってやったらバーンみたいな、だからもうこういう感じで踊ってんのね。だからこう全力でも踊れないし、番号も立てないし、ここで今何番か何番に移動するみたいな、イメトレでしかないから、それがね、すごい現場に行かないと立てないから、それがなんか私前までもうちょっとできてたのに、なんか今回多分頭が沸騰してるからか分かんないですけど、それが覚えられなくて全然。そうなんか陸泡みたいにこう番号に立てる曲
はもう番号も振りも覚えたんですけど、やっぱ番号に立てないっていうだけで番号が覚えられなくて、でもみんなこれは言ってた、外周メンバーはもう番号は立てないから番号が覚えられないみたいな。そう本当にね、なんかそれでね、もう本当になんかあれ私頭バカになったんかなって、年のせいかなってちょっと今思ってショック。覚えられない、立てたらね全然覚え、やっぱ立たないとね覚えられないんですよね。なんか目で番号を見ないと覚えられなくて、そうマジ迷子になりそう、なんかそういう未来しか見えないから、自分めっちゃじゃあなんです。そう、まあ私も番号に立てれるように頑張ります。選抜に入れるように頑張ります。選抜にね、あの入ればさ、選抜あの今までのコンサート絶対選抜さんがこう真ん中で踊って、他のメンバーがこういるって感じじゃん。選抜に入ればそうやって番号に、実際番号にレッスンの時から立って踊れるし、真ん中で踊れるから頑張ります。もう25やけど、ああ25やからな、私がこれが18ぐらいだったらな、もっと自信持って言えるんですけど、ちょっと25っていう年齢がそう言いづらくさせてる。やっぱ17期18期もいるからね。もう私はどっちかっていうと、もうお年がね結構召されてる側なので、なかなか胸を張ってもう言いづらくなってしまいましたけど、気持ちはねあるんですよ、常にそういうのを持ってます。ただもう表で言うことがすごくなかなか難しくなってきたなとは思ってますけどね。決して言わないから思ってないわけではないんですよ。ただ言いづらいだけで。まあ、ショールも終わったら頑張るわ、マジで振り起こし頑張る。とりあえず3日間怒涛にバーって投資終わったから、とりあえずあの頭をね整理させて、整理させて頑張って覚えて、あともう本番まであと何日だろうね、今日が13、あ違う12かとか、13、14、15、16、17、18、19、20、あとまあ約1週間ですね。まあでもその1週間で、まあ、どれだけの時間があるかって言われたらちょっとないんですけど。でもまあ14、15はオンライン話し会があるので、1410はあの来てくださる方はね、なんかさゆりなさ、ここにメイボできちゃって目めっちゃ腫れてんの今だからさ、なんかさ眼帯をねこうやってコンタクト入れない方がいいから、こうやって眼帯しようと思ったんだけど、でもオンライン話し会ってさ、こうオンラインじゃん、だからさずっとタブレットに向かってるじゃん、でタブレットに向かってずっとオンラインやってるとね目がめっちゃ疲れるのでさ、目がめっちゃ疲れる、両目で疲れるのにそれを片目だけにすると多分相当な目に負担がなんかかかるなと思って、だからなんかでもメイクをすると、今メイクをするってことは汚れるじゃん、だからあの治りが遅くなるじゃん、だからさ、まあ、どうしようと思ってめっちゃ今悩んでるんですよね。
そう、どうしようかなーって思ってて、今そこがね、めちゃくちゃ悩み中なんです。でもさすがにな、片目だけでな、何時間もって多分だいぶ頭痛くなっちゃったりとかさ、なんかちょっと多分な、眼帯すると、多分相当しんどいな。なんか普通に両目でコンタクトっていうだけでも、結構オンライン話し会とかってさ、本当に目の疲労がすごくて、そう、だけどなーみたいなね、ちょっと迷ってる、めっちゃ。どうしよっかなー。絶対100%片目だけ視力はめっちゃ落ちそうだし、いや、かといってなーみたいなね。ちょっとマジどうしようかなー、ちょっと今めっちゃ悩んでます。でも2日なんよな、2日間あるから、どうしようかなーって感じで、16で17がまた投資あって、ラスト投資して、で18波動があるんですよね。で波動やって、で19ラスト投資したらもう本番やばくない？やばい。しかもこの日程で私プラス稽古やってるんですよ。だから本当に正直時間マジでないなって思って焦ってますね。でも武道館終わったら、舞台でもね、武道館終わっても舞台一本にならないんですよ。なんか他のね、いっぱい案件もあるじゃない。それこそ11月のさ、頭とかさ、有楽町のやつとかがあるから、稽古あれ1日あるからさ、稽古も参加できないしさ、他にもあったりとかさするから、全然時間ないんだけど、どうやって覚えようかなってちょっと思ってます。台本がまだ、でもなんか台本も本当はもう覚えないといけなくて、なんかまだ今ミザンス立ててる状態だから、台本なんか今やってるとこがセリフがちょっとしかないシーンだったから、台本外してできてるんだけど、喋るシーンとかもう台本外さないといけないんだけど、ちょっと今の頭じゃ入らないなと思ってて、え、どこで入れよう自分の頭にって、ちょっと今めちゃくちゃ考えてますね。どうしようかな。そのセリフを覚えるってスペースがなくて、どうしても。そう、でもね、なんかもう他のその子は乃木坂ちゃんが一緒に出るんですけど、乃木坂の方とかはもう台本持ってないし、他のキャストさんも今年オトタクシーやったキャストさんとかだから、そう、台本持ってなくて、だからもうね、自分だけ台本持ってるってやばいなと思ってるから。しかも私要領が悪くて覚えが悪いから、なんかそう、なんかね、全部が中途半端なんだよな。なんかどうしたらいい感じに覚えられるのかなと思ってるんだけど、どうにも覚えられてなくて、ちょっとマジ焦りだけが募ってて、ちょっとやばいなと思うんですけど、今回オトタクシーは本編終わった後にライブもあるし、オトタクシー自体が本編の中で踊ってたりとかするので、歌も覚えないといけないし、ダンスも覚えないといけないから、セリフだけ覚えればいいってわけではないので、そこもね、ちょっとプラスアルファが今回ついてるので、ちょっとそこも頑張ろうと思ってて、とりあえず武道館、でもやっぱ武道館が終わらないと頭が。でも武道館が多分終わるまでに、多分もうもはや武道館が終わって、武道館が終わったら多分1週間ちょっとでしょ。ってとこ、とこ、ことはもう多分投資をやり始める雰囲気が出てくると思うから、ってなるとやっぱり武道館が終わるまでに台本を全部覚えないといけないから、いや、どうしようかな。 どうやって覚えようかな。なんかいい覚え方とかありますかね。この武道館 3days の歌とダンスと立ち位置全部覚えて、プラスアルファ台本覚えて、歌とダンス覚えて、なんかちょっとこの量を覚える、この短期間で覚える、なんかいい方法あったら教えてください。 どうやって覚えようかな。
ということで15分経ったんで、そろそろ終了にしたいと思います。なんかいい覚え方あったら教えてください。待ってます。あと森永さんの CM がめっちゃ再生回数がいってて、なんかこの間10万いってしたらなんかもう14万ぐらいいい再生数が伸びててめちゃくちゃ嬉しかったです。ありがとうございます。ドファンの人が買ってくださったりとかしてるの見ててめっちゃ嬉しいです。ありがとう。私も毎日飲んでます。なんか記憶力の維持とかにって言われてるから、それこそマジでもう今の私にぴったりだなと思って毎日飲んでるんで。もう今ねなんかすごい花粉がすごくて、私目がめっちゃ痒くて鼻も痒くて、なんかそれで目かいちゃったりとかしてて、メイボがバイ菌入ってメイボできちゃったんですよ。だからマジで花粉やばいんですけど、プラスアルファ風邪がすごい流行ってて、結構メンバーもねみんなちょっとあれなので、私ももらったりとかしないようにちょっと今倒れたら本当終わりなんで、マジで終わっちゃうからちょっと気をつけて、お互い皆さんファンの皆さんもね、まあ気をつけてもね、正直ねなるときはなりますし、今多分めっちゃ自分の中で免疫がめっちゃ下がってるんですよ。多分本当になんか自分でもなんかよく頑張ってるなって思うぐらい、なんか本当に多分ギリギリの状態で立ってるっていう感じなんですよ、私の中で。私もなんで、まあ気張ってるからこそっていうところもあると思うんですけど、みんなも本当に気をつけて元気でね、武道館コンサートを来てくださる方はね、元気で一緒に盛り上がっていただけたら嬉しいなっていうふうに思います。はい、しっかり食べて、もうね私ストレスで食べ過ぎちゃって、なんと3キロ太りました。ね、4、5キロ痩せたんですよ。ですけどなんか3キロ2キロ太りました。もう本当にやばいです。せっかく痩せとるのになと思ってすごいショック受けてます。じゃあランキング見ましょう。13位カズさん、12位コディさん、11位ピュアンコ、ピュアコンさん、10位ヒロプロさん、ユリナの笑顔が一番、あやざす。9位ヒカリン 100X さん、ウリナガさんの試合ものすごい17万、17万なの、嬉しい、ありがとう。8位しんどさん、7位横吉さん、6位酒盛さん、5位ナッティさん、4位若谷さん、3位にきょうさん、2位近石さん、そして今日の駅、8位あきちゃさんです。お疲れ様、3Days参加するの、おい3Days参加するの、一緒に盛り上がっていきましょう。はい、というわけでですね、この間のアフタートークイベント舞台の時にファンの皆さんがプレゼントとお手紙くださったんですけど、マジで本当に忙しすぎてですね、本当に申し訳ない、本当に申し訳ないですけど、本当に申し訳ないですけど、手紙読んでないです、ごめんなさい。ちょっと本当に申し訳ない、マジで読む暇がなくてですね、本当になんか落ち着いてる時間がマジご飯食べてる時くらいしかなさすぎてですね、本当に読んでるっていう時間が私に本当になくて、読めてないので、もしかしたら、まあ、14、15でなんか手紙書いたんだけど読んだみたいなことを聞いてくださってる、聞いてくださるかもしれないんですけど、本当にすいません、読んでないです。本当に読む時間なくて申し訳ないんですけど、ちょっと本当に今やらないといけないことが多すぎて余裕がなくて読めてなくて、せっかくね時間割いて書いてくださってるのに、なんか本当申し訳ないなと思って、また余裕ができたら、ちょっと余裕ができるのがいつのことやらということで、多分オットタクシー本番終わんないと多分余裕は1ミリもできないと思うんですけども、また余裕があるタイミングで読ませていただきたいなというふうに思っています。というわけで、はい、というわけで今日も見ていただき本当にありがとうございました。また明日のショールームでお会いしましょう。バイバイ。